したの、エルディ？ん？なんか、この部屋、懐かしくてな。以前も、この部屋に来たことあるの？そんなことないか。バカみたいよ。それじゃあ、リッドには悪いけど、もう寝よっか。はいな。ねえメルディ、一つ聞いてもいい？ん？メルディのご両親は、お父さんやお母さんはどこにいるの？メルディはお父さんもお母さんもいない。そうだったの。はいな。私のお父さんとお母さんもずっと昔に死んだんだ。でも今も覚えてる。お母さんから匂う石鹸の香りとか、お父さんにキスした時のヒゲの痛さとか、私の心の中にずっと残ってる。メルディはどんな思い出がある？思い出？思い出か。ない。両親との思い出覚えてないの？ないことあるけど、悲しいよ。そっか、思い出すと辛くなるもんね。ごめん。大丈夫だよ、メルディ平気。ガレノスいるし、リトやキールやファラいるもん。ありがとう、メルディは強いね。エディミティアワールド。おとやえや。Thank you.
しなんだな、何の面白みもない場所だな。当たり前だけど。面白みなんて必要ない。今僕たちに必要なのは肉体的休息だ。退屈な時はウィスやる？ウィス？何それ？みんながやる遊び、アイメンから持ってきたよ。遊びなんてくだらないね。時間と体力の浪費的行為だ。そんな暇があるんだったら哲学的思慮を巡らせていた方がまだ生産的。どうやって遊ぶの？簡単簡単、遊びながら説明するよ。これでおしまい。どうだった？疲れた。なんでこんな疲れることやんなきゃならないんだ。自分一人で怒鳴ったり悲鳴あげたりしてるからだろ。面白かったよ。またやろうね。はいな。
方向、どこだ？ねえ、あそこに家があるよ。ってことは、食い物があんだな。腹減ったぜ。他は辺り一面海だけか。海を越える方法はないんだろうか。あの家に行ってみよう。海が越える方法は教えてくれるかもしれないよ。港町ペールティの生き方教えてもらおうな。はい、決定。じゃあとりあえず行ってみようぜ。食い物食い物。Thank you.
し、出口か。ご苦労様、皆さんは合格です。アイフリードのトラップをすべてくぐり抜けるとは、なかなかの体力と知力、そして時の運でしたね。なんだ坊主、お前この人騒がせなうちの子か。僕の名はチャット、由緒正しき大海賊アイフリードの子孫です。ちなみに僕の性別を考えると、坊主はふさわしい表現ではありませんね。アイフリードの子孫？女？多少不作法なことにはこの際目をつむります。子分になることを許可しましょう。海賊ごっこでウラニアの宝でも掘り返そうってか。さあ行こう、時間がもったいない。隠し場所が裏庭ならよかったのですが、あいにく大海賊アイフリードの遺産は世界中に散らばっています。だから船の乗組員が必要なんです。船があるのか、見せてくれ。残念ですが、子分になってもらわないことには見せられませんね。おい、どうする、子供の言いなりか。何迷ってんの、船があれば海を渡れる、フェイルティにも行けるんだよ。それにアイフリードが遺産と言ったら、セレスティア七大秘宝の一つと言われてるよ。しかし宝探しをしてる暇は。いいんだよ、船をいただいたらこっちが主導権握っちまえばいいんだ。お前悪党だな。どうします、子分になりますか。いやちょっと考えさせてくれ。構いませんよ、自分より年下の人間に仕えるというのは人間誰しも苦痛を感じるものです。僕は応接まで待っていますから、たっぷり悩んで決心がついたら来てください。Thank you.
Thank you.
リープランスミール
ルディ。メルディ、バリルの手下か。ヒアテス。お前たち、メルディの連れか。不都合だな。邪魔者は今朝にはならんのでね。お前がやったんだな。この町をこんなにしたのはお前だな。許さねえ。Thank you.
キスを胸に。ご無礼をお許しください。ガストンから話は伺っていたのですが、一応力を試させていただきました。次は何で試すんだ？もう十分です。シュレシカ本部へようこそ。我々は自由な心に従い、自由な闘争に身を置く革命軍です。自由にもいろいろあんだな。私たちバリル城の場所が知りたくて来たんだ。あなたは知ってる？私、アイラと申します。どうぞこちらへ。ガストンの話していた方々がいらっしゃいました。入りますよ。おう。さあどうぞお入りください。ミアキスを胸に。おう。こちら、シルエシカのリーダー、フォッグです。氷の大奨励を従わせるほどの手並みをお持ちである。皆さんとの対面を心待ちにしておりました。おう！皆さんの目的がバリル征伐だと知り、ぜひシルエシカに加わっていただきたいと。それが無理なら、せめて同盟を結びたいと願う所存です。戦闘に参加していただきたいのはもちろんですが、技術的な知識もご提供願えないでしょうか。小型で強力な奨励法を作ることができなければ、我々はバリル城に攻め込めません。おう。ではボス、皆さんに一言。というわけだ。バリルを倒し天下を取ろうぜ。私たち天下を取るつもりはないんだけど、バリルを倒したいって思ってるのは一緒だから、シレーシカに協力するよ。ありがとうございます。奨励法の小型化についてなんだが、一つ思い当たる方法がある。本当ですか？パラソルという装置を使えば、大奨励をクレーメル刑事に捕獲することができるんだ。
って、それがどうした。あのね、これがパラソル、ガレノスが特製。ガレノス、あの著名な奨励騎士の。大奨励が1体いれば奨励1万体分の威力が出ます。クレメル刑事だって小さくて済むんです。おお、雷の大奨励は。それがとても、あいにくまだ会えてないよ。ご安心を。大奨励の居場所は我々シルエシカのものなら誰もが知っておりますよ。じゃあ早速向かうことにしよう。あの、恐縮ですが、奨励法改良の指揮官としてどなたか残っていただけないでしょうか。そうか、なら僕が残ろう。力になれるはずだ。こちらとしても奨励法の原理を一度調べておきたいしな。3人になっちゃうのか。安心しろ、俺様がついてってやるぜ。アイラ、ミヤキスのデデちゃんを頼むぜ。食事はバーガーのピクルス抜きな。この子はほら、あれだからよ。デリケートですからね。そう、それよし、出発すんぞ。よかったですね、ボスがいれば100人力ですよ。じゃあキールも頑張って。なあ、その、なんだ、つまり、まあ気をつけろよな。ミヤキスを胸に。どうぞご無事で。